よいよ今週末4月13日土曜日公開のアニメ映画名探偵コナンゼロの執行人より4月8日日曜日に実施された江戸川コナン奇跡の一日渋谷警察署長のオフィシャルレポートが到着した。名探偵コナンは青山剛翔さんが週刊少年サンデー小学館刊にて連載中の大人気推理漫画を原作としたアニメ作品。謎の組織の取引現場を目撃してしまい口封じのために毒薬を飲まされた高校生探偵工藤新一。謎の組織も知らなかった毒薬の副作用により小学1年生の身体になってしまった新一は正体を隠すため仮の名江戸川コナンを名乗り組織の行方。1996年よりテレビアニメが放送されているほか1997年からは毎年劇場版映画を公開。2018年4月13日金曜日には劇場版最新作となる名探偵コナンゼロの執行人が公開される予定だ。あるあるアニメ映画上映スケジュール。今回4月8日日曜日に実施された江戸川コナン奇跡の一日渋谷警察署長のオフィシャルレポートが到着したのでご紹介しよう。江戸川コナン奇跡の一日渋谷警察署長のオフィシャルレポート。極秘任務シークレットミッションと銘打たれたアムロ、ラン、コナンがそれぞれに課せられた任務に挑む企画の最終章となる江戸川コナン奇跡の一日渋谷警察署長が実施されました。コナン君といえば日本で一番事件に遭遇しているのではないかと言われるほど事件の遭遇率が高すぎる小学生ですが、そんな彼が一日警察署長に就任し日本の首都東京で流行の最先端を突き進む渋谷の事件をゼロにすることができるのか。企画の発表時から高い注目を浴びていました。一日警察署長セレモニーはまず挨拶からスタート。コナン君がステージに登場し決意表明を述べると見学者たちは大盛り上がり、その後交通少年団の少年少女たちと警視庁のマスコットピーポ君も登場し子どもの交通安全についてクイズを交えながら交通ルールを学びました。クイズはコナン君の名推理が冴え渡り全問正解で終了。その後、コナン君に一日警察署長就任の感謝状とピーポ君のぬいぐるみが授与され、記念撮影を行いました。イベント終了後は会場に来ていたお客さんへ向けてポケットティッシュの配布も。ティッシュが入ったカゴを持ったコナン君と共に突然登場したのは、黒タイツに身を包んだ怪しい人間たち。素早い動きで見学者たちにティッシュを配る彼らにどよめきが起こりました。どこかで見たことがあるような姿に首をかしげながらも最後まで共にティッシュを配り続けたコナン君なのでした。作品情報、継承略。劇場版名探偵コナンゼロの執行人。公開日2018年4月13日金曜日。ストーリー、東京サミット開催の地となる東京湾の新施設エッジオブオーシャン。サミットが開催される5月1日には2万2000人もの警察官が出動するという超巨大施設で、ある日突如大規模爆破事件が発生。そこには全国の公安警察を操る警察庁の秘密組織通称ゼロに所属するアムロ・トールの影があった。サミット当日ではなく事前に起きた爆破事件と秘密裏に動くアムロの不可解な行動に違和感を禁じ得ないコナン。その時
現場の証拠物に残された指紋が、かつて警視庁に在籍していた毛利小五郎の指紋と一致してしまう。これは何かの陰謀なのか。小五郎の逮捕をめぐって敵対し始めるコナンと安室。果たして謎の存在安室トオルは敵なのか味方なのか。極秘任務のカウントダウンはすでにその時へと動き始めていた。スタッフ、原作青山剛賞、名探偵コナン小学館週刊少年サンデー連載中、監督立川譲、脚本桜井武春、音楽大野勝夫、制作小学館読売テレビ日本テレビショプロ東宝トムスエンターテインメント、配給東宝、キャスト高山みなみ、山崎若菜、小山力也、古谷徹、他 C2018